はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ミサのタイムアタック第6回目、使用する車がね、 AMG の GT3-2020 となっております。まあこの車もね、イモラ、まあこのタイムアタック企画一発目のね、イモラではトップタイムを記録したんですけど、まあ他のところではね、まあそこそこレベルですよね。毎回だいたいアウディのね、 R8 と同じで、いつも真ん中あたりをうろちょろしてるような気がします。なんか個人的なね、勝手な予想として、シルバーストーンあたり得意なんじゃねえのかなと、まあ思ってるけど、でもどうだろうな、高速コーナーでやっぱアンダーが強すぎるかな、どうだろうまあいいや、とりあえずね、じゃあ早速行ってみましょう。それでは本日もよろしくお願いします。AMG GT3-2020 タイムの方がね、1分36秒834、まあ3番手タイムですね。この記録はある意味、いろんな意味で微妙でしたね。っていうのも、まあそんなにね、あやっちったなんていうカウンターステアとかもないし、じゃあ何があるかっつったら、特にね、だから根本的なラインが違うとか、まあ多分そういった問題でしょうね。車自体はね、全然曲がっていったんですよ。まあフロントの入りもそこまで悪いわけではない、立ち上がりの加速も問題ないってなってくると、どこが問題だったんだろうってなってきますよね。ってなるとボトムスピードかなーってところですよね。かもう単純にやっぱラインが違うか。まあそのコンチネンタル GT3 をね、扱ってる時のようなフィーリングはもちろんないんですけど、もううーんって感じになっちゃいますでも結局やっぱそういうところなんでしょうね。こうやってね、ちょい乗りちょい乗りでいろんな車やってますけど、やっぱりね、一つの車をとことん突き詰めた方のが間違いなく上手くなると思います。だどの車がいいっていうよりも、バーッと乗ってみてね、自分にこれが合ってるって思う車が見つかったら、徹底的にね、その車を乗り込むことが多分速さにつながるんじゃねえのかなと。はい、ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。